日本で最も店舗数が多いカレーライス専門チェーン店ココイチことカレーハウスココ一番屋は1978年昭和53年に創業しました。ココイチが一番多い県は1号店の西美和島店がある愛知県です。なんと189店舗。1994年には47都道府県に出店しました。西美和島店の2階には一番屋記念館があり、創業当時からの様々なものが展示してあります。観覧は無料となっていますが、本部への3日前までの電話予約が必要となります。バターチキンカレーか。カキは苦手。どれにしようかなっていうか、だいたいカレーだといつも、インドカレーとかスリランカカレーとかがほとんどなんですよ。今日はあえてココイチに来てみました。何にしようかな。あんまり凝ってるよな。だから夜も食べる予定があるときは、昼は本当はねもうさらっとぐらいでいいんですよ。林はいまいち苦手やな。いや、自分が入れるいつものトッピング、そうしよう。選んでいくんですね。そうですね、はい、どれから選ぶんですか。基本は、はい、まず基本系。じゃあポーク。ポークですね、はいこれライス普通ぐらいって、普通が300でお茶碗に軽く2杯入れるでございます。お茶碗に軽く2杯あるんですか、はい、でちょっと少なめになって、こちら、お茶碗1杯分がこちら150ですね。あ、これでいいや。150ですね、はいはい、で辛さでしょ、はい、私結構辛口が好きなんですけど、1からで市販の辛口ぐらいですね。これで、はい、じゃあ3ぐらいですね。はい、はい、そして、はい、のトッピングはチーズと、はい、チーズも半分のチーズとフルとございます。あ、じゃあフルフルで、はい、で、ソーセージとソーセージ2本と4本です。あ、じゃあ2本ですね。はい、そして、生卵、違うか、半熟卵です、はい、お願いします、はい、あと飲み物や、飲み物は、はい、じゃあアイスコーヒーで。アイスコーヒーですね、はい、あ、一緒で、一緒で、はい、お願いします。ではチーズにハムソーセージのトッピング、 150g 3から入って、はい、半熟卵が入って、はい、アイスコーヒーが入って、はい、ね、はい、よろしくお願いします。少しお待ちください。はい、飛びからスパイス、これ後から入れてみる。辛くなるっちゃろ。さあ来ましたよ。チーズと、ウインナー、そして半熟卵、ね、これは漬物やね。そしてですね、あそこ壁に貼ってあったんで、ちょっとこれもとろり甘くなるソース。辛口にしといて甘くするって、これ味変で使おう。だけんこれも使いたいじゃんね。ちょっと味変やねこれね。とりあえずまずはノーマルなタイプでいきます。半熟卵投入、じゃーん、じゃーん、美しい。じゃあいただきますね。ご飯はほんと少なめ。あのね、こう夜食べるときはね、本当に昼軽くしとかないとね、体がデブる。ちゃんと自分で調整してるんですよ。いただきます。3からはそげん、大したことない。5ぐらいにすればよかった。ちょっとウインナー、粗挽きが大好き。もうね、この3つのトッピングで全然 OK。 うん、
うまい。うん、漬物入れよう。これってさ、福神漬けは赤いけど茶色いの、なんや福神漬けの友達。美味しい。なんやろ、大根やん多分。そしてアイスコーヒーまでつけて1359円ですね。こんなもんなのか安いのかあんまりよくわからない。まあまあこんなもんなんでしょう。この漬物意外にいけます。ウインナーが美味しい。やっぱカレーに卵、生卵好きです。私あのゆで卵のパサパサの卵だけが嫌い。ここで味変。本当に飛び上がるのか、ちょっとずつか。よし、行きます。チーズをフルにしたけど、結構トロトロ。辛くなったぐらいかな。結構辛口なんで、トークも辛口ですけど、うん、まあパンチが効いた感じですかね。を探していかないといけないですね。まあ、今まずはデイサービスとヘルパーさんだけだったんですけどね。で、入院してる間に、まあ、最低でも多分1ヶ月ぐらいいると思うんで、家のゴミとかもちょっといらないもの処分していこうかなと考えています。
くなりすぎたんで、辛く戻します。自由自在や、甘くも辛くもできる。でも人生はそんなに甘くない。山あり谷あり、いろいろある。みんな4本でもよかったけど、2本ですぐ食べる。一人でも入りやすいし、昼はサラリーマンとか多いですね。みんな何を食べんしゃとかいな。バターチキンはちょっと魅力的やね。うまい。ご飯150でも全然お腹いっぱいになる。私はチーズがねめちゃくちゃ多すぎてフルはめっちゃ入っとる。